こんにちは。ファイブスター子供スクールの阿部です。本日の子育てのヒントは、観察って何見るのです。まあ、よくこう子育て本とか、まあ、インターネットか誰かのね、有名な方のお話を聞くと、まあ、子供をよく観察しましょうと。見ていきましょうと。そういうのが大事なんですよっていう話あるんですけど、でも、具体的にじゃあ何を着目すればいいんだというか、何にチェックしていけばいいんだってあんま書いてないんですよね。で、これは僕がすごく大事にしているところもありますし、結構ね、いろんな素晴らしい教育者とかの話聞いたりすると、無意識にこれをしてるなっていうものがあったんで、今日まとめたいと思います。それはですね、3つなんですよ。3つ。まあ、大前提として、この観察って何見るかって言ったら、変化なんですね。変化。子どもの変化を見ていきたいんですけど、じゃあその変化って3つなんです。で、ここの変化で気をつけてほしいのは、自分が成長してる変化もそうだし、悪くなってる変化も2つ見てほしいんですよ。例えばですけど、シール貼りって利き手でやった方が早いじゃないですか。でも左手でやると遅くなりますよね。そうすると、あれ、なんかうちの子シール遅くなってしまってる、貼るのが雑になってる、遅くなってるなっていう結果だけで見ちゃうんですけど、でも利き手じゃない方の脳、手を使うってことはすごく脳活性になるんで、実はその後成長に向かうかもしれないんですよね。だから悪くなってることも伸びてることも進化も退化もどっちも見ていくっていうのがポイントです。まず一つ目で、じゃあ具体的に何の変化見ていくの。もうまず一つ目も絶対これです。言葉です。言葉、ボキャブラリーが増えて、こんな言葉知ってたんだって結構ないですか。よろしくお願いいたしますとか、うちこの間息子が言ったんですけど、年少さんの、いたしますなんてどこで覚えたんだろうみたいな、まあ、あとは、おいそんなのたまらねえぜみたいな、ちょっと嫌な言葉使ってたんですけど、それは何かのまた影響を受けてしまったわけですよね。でもいい悪いを含め別にして、あ、すごくボキャブラリーが増えてるな、じゃあそこに興味があるんだったらそういうものをまた与えていってもいいなってことになるんで、まず子どもの変化、観察、何見ててか言えばって言ったら言葉です。言葉で、2つ目、興味ですね。興味。ああ、今まですごいプリキュア興味あったのに、いきなりプリキュア興味なくなったなとか、男の子だったらアンパンマン、女の子もそうですね、アンパンマン1歳、2歳大好きだったのに、アンパンマン一気に卒業しちゃったなとか、それ分かりやすいですよね。でももっとあるんですよ。レゴを遊んでる中でも、あれ、今まではお家作るのが好きだったのに、で、戦いになったなとか、何か組み合わせる色が変わったりもしていくので、この興味の中でも大きい、小さい変化、大きい変化ってたくさんあるんですよね。たくさん。例えばですけど、動物が好きなのを、こう、触ったり遊んだりするのが大好きだったのが、動物の特性とか、種類とか、そういうのが好きになったりとか。っていう一つのものでも、その中でやっぱ興味でまた変わっていったりするんですね。で、もう一個は見た目です。見た目、これはね、親御さんだったら分かりやすい部分もあるんじゃないかなと思うんですけど、保育園、小学校行った時には綺麗な服だった、帰りドロドロになってきたと、何してきたんだみたいな。でもその遊びの中にいい遊びもあれば、もしかしたらでもいじめかもしれないですよね。で、そういうのを気づく目もすごく大事なんで、見た目、筋肉もそうですよね。あ、最近ふくらはぎの筋肉すごくついたんじゃないかな。何を見るかを頭が考えてれば、そういうの目につくんですよ。でもぼやーっと子供のことを見てると、もう本当に大きい変化しか、もう例えば髪の毛の色が変わるとかね、それもしたらすぐ分かるじゃないですか。だけどそういう細かい変化を気づくためには、何に着目するかが大事なんで、言葉、興味、見た目、この3つチェックしてみてください。ちょっと長くなってしまったんですけど、本日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。